こんにちは、しぼとです。今回は皆さんがどんな言語を使用しているかっていうアンケートを取らせていただきました。言に関しての質問をいただきまして、みんなはどんな言を使っているのか知りたいっていうですね、方がいたのでアンケートを取らせていただきました。今回のアンケートはですね、アーニーボールとダダリオとエリクサー、そしてその他というふうな4つのカテゴリーで取らせていただいたんですけれども、なんでこの3つを選んだかというとですね、僕が普通に使っている弦だっていうのと、あとはですね、一般的にどこの楽器屋にも置いてあるので、人気があるっていうかニーズが高い弦かなと思ってこの3つを選ばせていただきました。でその他のところにはここでいろいろと書いてください、メーカーを書いてくださいというふうなアンケートを取らせていただきまして、今回ですねこういう結果になりました。アーニーボール 38%、 ダダリオ 22%、 エイクサー 32%、 その他が 9% というふうな結果になっております。順位的なところは非常に妥当かなと思ったんですけれども、意外だったのはエリクサーの使用率が思ったより高かったですね。 32%、 アーニーボール38に対してエリクサー32って、あと 6% しか変わらないですもんね。もっとねアーニーボールが40何%あって、エリクサーが20何%ぐらいかなと、ダダリオと同じぐらいかなと思ってたんですけれども、これは予想外でしたね。アーニーボールは定番で大人気なんですけれども、エリクサーが人気だった理由は高いけれども結局やっぱ長持ちするからそっちの方がコスト的にはいいと思いますよというふうな意見が非常に多かったですね。これはね分かります。確かに高いんですよ。倍まではいかないですけど、やっぱ倍ぐらいしますよね。このアーニーボールがだいたい600円ぐらいですか、600円後半、700円弱ぐらいで、でエリクサーが1400円ぐらいしますもんね。やっぱりそうですね、倍ぐらいしますよね。でもですね、確かに倍以上長持ちするかなっていう風な感覚はあります。というのもですね、僕も数本、数十本ギターを持っているので、ほっといたらですね数ヶ月、2ヶ月ぐらいこう触らないギターもあるわけですよ。でそういうのがギターケースの中で眠ってるんですけれども、弦交換して数回弾いて、で数ヶ月経って開けたら錆びてるってことはですねあるんですよね。それがですねこのエリクサーだとない、使ってないと錆びずにずっと状態いいままでいてくれるっていうところが僕の中ではやっぱりエリクサーを使う利点かなと思います。今比率的にはですねエリクサー使ってるギターが多いんですけれども、逆に頻度の高い、使用頻度の高いギターはアーニーボールとかを使ってたりもしますね。で続いてはですね、その他でコメントをいただいた弦を購入してみたのでご紹介させていただきます。これ DR ですね。結構ね多かったです、 DR 使ってる方。このロゴは非常に有名ですよね、なんかアメリカンな感じがします。そして GHS、 これもですね割と楽器屋に置いてあるので皆さん目にしたことはあると思います。結構パッケージはですね簡易な感じですね。弦って結構箱に入ってたりするけど、全然こういうパッケージでいいんじゃないかなと思います。そして僕は初めて知ったんですけれども SIT という弦ですね。これは日本の楽器屋さんではあまり目にしないかなというふうな感じです。でなんか面白いのはこれなんかロックンロールとか書いてあって、なんかジャンルで分かれてるんですかね。ジャンルで分かれてると思いきや全然そんなんじゃなくて、普通に他のはですねエクストラライトとかヘビーボトムパワーとかですね、そういう風な分け方になっております。今回買ったのは0946ですね。そして何気にですね人気あったのがこのロトですね。これオレンジだったりピンクだったりっていうゲージで色が変わってるんですけれども、なんかおしゃれな感じですね、パッケージが。この DR のアメリカンに比べちょっとイギリスな感じがしますよね、このパッケージで。
パッケージのかっこよさで選ぶっていうのもありかもしれないです。ジャケ買いですね、弦のジャケ買いみたいな、というふうな感じで、アンケートにご協力いただいた方ありがとうございました。本当にいいアンケートが取れました。改めておさらいです。一番人気はこちらですね、アーニーボールになります。そして2番人気がエリクサーで、3番人気がダダリオというふうな感じで、あとはその他もろもろこだわりの弦を皆さんお使いだという感じでございました。またこの弦をですね、実際に使用した感想などは違う動画でアップしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。